十勝川温泉山陽庵旅館で、夕食をこれからいただくんですけど、その前に日本酒ですね。何があるんでしょうか。今回3種類でございますね。まずこちら、十勝バレー。これが地元の日本酒になっております。十勝の酒造適合米の水性というお水性。米と、深層地下水大拙なんです。こちら、音更の地下に流れている綺麗なお水を使用させていただいた、地元の日本酒になっております。真ん中お隣、福司がお隣、釧路町の日本酒になっておりまして、こちらが、香りは黒糖のような重たい香りがするんですけども、お味はかなりフルーティー、一番飲んでいただきやすい日本酒になっております。最後、お隣の冬花火、こちらがですね、特約店限定でお取引させていただいている限定の日本酒になっておりまして、こちらも辛口なんですが、この中でも一番辛口のキリッとした辛さを楽しんでいただける日本酒になっております。じゃあいただきましょう。お次させていただきはい。もう一個私のとこ、あとお次、ここにも説明あるんだね。そうです。 ではすいません、左手奥十勝までからお次いたします。ありがたく、こんばんは。蓮沼龍介さんに担当していただいてます。よろしくお願いいたしお願いします。なんて読むんだっけ。あ、名字でございます。このお酒、こちらがですね、福司さん。福司って読むんですね。そうではい、わかりました。す。結構お名前的にもかなり縁起のいい感じなんね。で。あと最後は冬花。じゃあ早速日本酒からスタートします。ありがとう。先付けですね、お願いします。こちらがですね、地名でいうと西帯広の方、音更町の横にある町ですね。そちら川西の長芋かなり有名でございまして、その川西産の長芋を使用しました養老寄せでございます。土佐酢汁ですね、こちらかつおだしを使用させていただいて、ジェル状に固めさせていただいて、ご用意させていただいたオリジナルのジェルと、あと、ウニでございますね。こちらと絡めていただいて、あ、こちらが何のウニですか？こちらですね、バフンウニでございます。どこで取れる？そうですね、今日北海道だと海近いので、お隣釧路町ですとか、あとは遠いところだと函館、大樹町でもたまに上がったりしそのます。日によってちょっと違った、いろいろあるんだね。そうですね、その時の日によって仕入れ先変えさせていただきます。はい、いただきます。今月に入ってから前菜の内容も新しい。今月って、毎月変わるんですか、それとも季節？そうですね、大体は季節になるんですけど、その日、例えば桜のシーズンだったら、桜終わっちゃうと桜お料理変になっちゃうんで、すぐ変えさせていただいて、基本はやっぱり季節の変わり目ですね。7月で北海道って夏、6月はまだ夏って言えないぐらいだね。そうですそういうことね、ね。6月はまだちょっと風とかもあって、過ごしていただきやすいです。ではですね、こちら前菜のご説明させていただきます。左手に戻させていただいておりますのが、こちらがもずく酢でございますね。ご用意させていただいておりまして、吉野劇場水蜘蛛酢でご用意させていただいております。右手にご用意させていただいております。こちらミニトマトの、こちらマリネ漬けでございまして、真ん中にございますのが北海島エビの、旨味でございます。木の串に刺してご用意させていただいております。その下にございますのが鶏肉の、生姜焼きと、その上にご用意させていただいておりますのがアワビのあられ揚げでございます。ちょっと待って、アワビのあられ、これ？そうなんですよ、そちらは見えないんですが、鶏肉の上に。そうです。ええー、アワビ。で、左手がですね、うなぎの棒寿司になりまして、こちらもうお味付けしておりますので、そのまま召し上がってください。その下にご用意させていただいております。さつまいものレモン煮ですね。さつまいも丸じゅうを使用させていただいております。丸塩。丸じゅうでございます。
マルジュって名前のさつまいもですか。そうです、マルジュって名前のさつまいもですね、はい。真ん中にご用意させていただいておりますのが、鮎のタデ味噌和えでございます。こちらは香草ですね、香りが強いのが香草を使用したタデで、味噌とも一緒に焼き上げさせていただいた、お料理でございます。最後右手がですね、枝豆、こちら地元の枝豆を使用させていただいた枝豆チーズご用意させていただいています。どうぞお召し上がり。美しい、ありがとう。ありがとうございます。続いてこちら本日のご案内でございます。ありがとうございます。はい、お願いします。続いてですね、こちらが、本日のお椀をご用意させていただきました。ウニ豆腐でございます。こちらお豆腐の中にウニを練り込ませていただいて、こちらが和風にですね、中に練り込ませていただいております。一番上に添えてございますのがカツスイセン、こちらがですね、高級でんぷんを使用させていただいて、シートにさせていただいて飾り付けさせていただいた、ものになっております。香り付けが柚子、米ロンとお隣大紀町さんの純菜ご一緒にご用意させていただいておりますので、どうぞ香りとご一緒にこちらを楽しみ。これ活水泉って、はい、これなんか赤いものってズワイガニ。ズワイガニ、これがズワイガニ。あ、ズワイガニ、あ、はい、そっかそっか、中に閉じ込めているイメージでございます。わかりました、はい、いただきます。ありがとう。お作り、はい、続いてがお作りでございます。こちらのお作りがですね、お二種類お醤油と酢水塩でお召し上がりいただきます。はい、本日ご用意させていただいてますお白身が、こちらお白身奥から左でヒラメ、手前にご用意させていただいておりますのがボタンエビ、うん、右手にご用意しておりますのが、キングサーモン、大助のルイベでございます。こちらはですね、アイリューの民族の方々の伝統料理、こちらを再現させていただいたものでございまして、昔ってその冷蔵庫とかもないので、雪の下で凍らせて、保存するっていう、意味プラス、寄生虫を殺すっていう意味でも、カチコチに凍らせて、それをお口の中に溶かしながら食べていたらしいんですけども、今回それを再現させていただいたお料理になって、はい、こちらもお口の中で溶かしていただいて、でな何を塩で何が醤油かっていうのは何がおすすめですか。そうですね、手前にご用意してます酢水塩は、今日も左手にございますヒラメかボタンエビで、つけていただいてお召し上がりいただきます。でこのキングサーモンは醤油。そうです、お醤油も本当少量で大丈夫です。醤油とわさび。そうです、はい、わかりました。つけてお召し上がりいただきます。どうぞ。続いてですね、ご用意させていただいておりますのが十勝産黒毛和牛の炭火焼きでございます。今回ソースがお二種類ございまして、左手黒色のソースが赤ワインを使用させていただいた赤ワインソース、こちらは大根おろしを溶かしていただいてお召し上がりいただけます。その右手にご用意させていただいておりますが、自家製15種類のスパイスを使ったお塩でございます。で今回サラダですね、ご一緒にご用意していますお野菜、こちらもですね、バターとご一緒に焼き上げさせていただいておりますので、そのまま召し上がります。これはそちらがですね、香り付けにご用意していますクレソンでございます。で、ベイビーコーンと、はい、とズッキーニ、はい、でこれ、この肉ってどこの部分なんですか。こちらヒレ肉になります。ヒレ肉、はい、はい、じゃあこっちの魚は何なんでしょう。はい、奥様にご用意させていただいておりますのが油棒ですね。油棒、はい、油棒、こちらですね、お魚の種類、ちょっとすみません、私がわからないのですが、はい、お魚の種類自体はわからない。桜棒っていうのね。油棒、油、本当名前の通りお城にすごい油があるんですよ。なので取れたてとかはお刺身とかにしていただいても美味しく食べていただけるんですけど、これがちょっと時間が経っちゃうと油すごすぎて食べられない。ただこれを炭火の上で焼き上げさせていただいて、油落として、柔らかく美味しく召し上がっていただけるようお味付けさせていただいております。ありがとう、いただきます。お召し上がりください。これはちょっと一旦小休止じゃないですけど、はい、お口直しでレモンシャーベットでございます。レモンシャーベット、はい、レモンシャーベットでございます。
いたのはお肉の油ですね、さっぱりとしていた、うん、ね、そうか、レモンシャーベット、はい、こちらはですね、生レモン、生レモン天然のレモンを使用させていただいたシャーベットだったんです。いただきます。ありがとうございます。失礼させていただきます。例の器、続いてはですね、こちらお品書きにございます炊き物でございます。こちらお品書きのオランダで、ご記載あると思うんですが、こちらですね、石川県の郷土料理、オランダにを参考にさせていただいて、何に、オランダにでございます。オランダにって、オランダって国の、そうです。っていうのも、このオランダっていうお料理が今日でしたら湯葉、こちらを揚げさせていただいた、湯葉を揚げてある、そうです。それと、丸ナスと、こちらも地元のごまを使用させていただいたごまソースと、ご一緒にあえていただいて召し上がっていただきます。上にあるのは ネギか。そうですね。わかりました。いただきます。お召し上がりください。まず、お酢をこちらから失礼させていただきます。はい、こちらの本日ご用意させていただいてます。お酢のもの。酢のもの。はい。カニの絹玉巻きでございます。絹玉巻き？絹玉巻きでございます。絹玉巻き。はい。というのも、今日でしたら中にこう、カニを包みさせていただいて、周りを白カブで巻かせていただいて、これを絹玉巻きっていうんですけども、蛇腹キュウリ、こちらヘビの、甲羅に見立てて、切らせていただいた、蛇腹のキュウリ、その横にご用意させていただいておりますのがわかめとみょうが、こちらもですね、酢味噌で、今回ご用意させていただいてございます。はい、それではですね、いろいろあるね、はい、たくさんあります、ちょっと大きい声で、はい、こちらのお食事が今回、まずこちら釜飯、粒貝とトウモロコシの釜飯でございます。粒貝とトウモロコシ、はい、この時期のトウモロコシすごく甘くて美味しいんですよ。はい、その下にご用意させていただいております、真ん中お漬物3種類でございます。お二つですね、どちらもビール酵母につけさせていただいたビール漬け、左手がお醤油におつけさせていただいた、お醤油と酢ですね、合わせた、これたくあん と、はい、大根、そうです、と大根きゅうりね、で、はい、左手がこれ見た目たくあんに見えるんですけど、長芋の漬物、お結構珍しいんですよ、はい、と、お味噌汁がですね、北海道白だしのお味噌汁が有名なんですが、こちら赤だしを使ったお味噌汁で本日ご用意させていただいております。うーん、 OK、 いただきます。あ、で、これは何なんですか。失礼します。こちらが今回まず一口目は通常の釜飯として召し上がっていただいて、お二口目から、こちら茶だしでございますね。なるほど。そちらをかけていただいて、お茶漬けにしていただいて、お召し上がりいただきます。OK。いただきます。夕張麺でございます。と、こちら、あんみつをご用意させていただいております。うん。これちょっと珍しいんですけども、アイスクリーム、ピスタチオアイスクリームでございます。うん、珍しいです。北海道って北海道ミルクアイスかなと思ったらピスタチオになるんだ。そうですね。使っているのはおっしゃる通り北海道の牛乳を使っているアイスクリームと、うん、にピスタチオ。そうです。おお。あとはお好みで黒蜜と夕張メロンでございまして、夕張メロンからまずお召し上がりいただいて、お二口目ですね、食べ終わりましたらこちらのあんみつをお召し上がりいただ
あんみつを湯張りメロンにかけるんですか？失礼しました。あんみつはもう完全にこちらの横にございますピスタチオアイスクリームとあんみつにかける。ああ、それをかけるのね。そうですね。なるほど。そうです、あんみつ、あの黒蜜ですね、こちら。黒蜜をかけるの。はい。ああ、なるほど、なるほど。夕張メロンってハニジューの一種類かな、それに似てるかもわかんない。まあいいや、いただきます。ありがとう。